おはようボブおはようケリーきれいなチューリップだね犬を通して体験する世界はこのように見えますさして珍しいものではありませんしかし犬が鼻を使えば話は全く違いますこの話は素晴らしく発達した鼻から始まります犬が新鮮な空気の気配を捉えると濡れたスポンジ状の外側が風が運ぶ匂いを捕まえます それぞれの鼻孔で嗅ぎ取る能力があり、いわば立体的に匂いを嗅ぐので、匂いの元の方向がわかります。それで、匂いをちょっと嗅ぐだけで、どんなものがあるのかだけではなく、そのありかもわかるのです。鼻の中に入った空気は、小さな組織のひだで二手に分かれますが、一つは呼吸用、もう一つは匂い専用です。この二つ目の空気の流れは、嗅覚受容細胞を満たしますが、 ここには数億個の細胞があります。なお人の細胞は500万個です。一つの経路で息を吸い込み吐き出す人とは違い犬は鼻の脇にある開口部から吐き出すためこの空気の流れが新たな匂いの分子を引き込んで何度も嗅ぐことで匂いを濃縮するのです。見事な鼻の構造は集めた情報を処理する能力によって効果的に機能します。 犬の嗅覚系は相対的に人の何倍もの脳の領域を占めていて匂いの処理をしていることが分かりました。犬が匂いを嗅ぎ分け多様な匂いを覚えることができるのはこのためです。人に比べ1億分の1以下の匂いを捉えられるので人が狭い部屋で香水の匂いを嗅ぐように犬はスタジアムでも同じことが可能でありその原材料さえも嗅ぎ分けられるのです。 つまり、通りに出れば、行き交う人や車、ゴミの中身、木の種類、鳥やそれについている昆虫、それぞれに特有の匂いがあり、それが何であるか、どこにあるのか、どこへ向かうのかもわかります。この優れた能力に加えて、犬は目には見えないものさえ嗅ぎ取ることができます。除骨器官という、公害の上にある独立した嗅覚システム全体で、 人などの生物が自然に放つホルモンを検出できるのです。おかげで犬は、つがいの相手や友好的な動物と自分と敵対する生物を見分けられます。私たちの様々な感情も理解でき、妊婦や病気の人さえ見分けられるのです。嗅覚系は他の感覚よりも原始的なので、支障を迂回して感情や本能といった脳の構造に、 直接接続されるため犬の感覚は人よりも直接的かつ本能的と言えるでしょう。犬の嗅覚が持つ最も素晴らしい点は時間をも超えられることです。すれ違った人が残した匂いや今しがた駐車してあった車のぬくもりで今までどこにいたのか何をしていたのかがわかります。消火栓や木々といった目印は匂いの掲示板となり誰が通ったのか何を食べていたのか。 どう感じていたのかがわかります。そよ風で未来もわかります。姿が見える前に誰かが来ることを教えてくれるのです。私たちは視覚や聴覚を利用しますが、犬はいつでも匂いを嗅ぎます。人と犬の共同生活の良い例は、人生のストーリーを共有してくれることです。悲しんでいる人には慰めを与え、威嚇されれば適宜で答える。ストレスや怒りはホルモンの雲として現れるので、 犬はそれを剥ぎ取ることができるのです。しっかりと訓練をすれば、爆弾やガンなどの目には見えない危機も警告してくれます。人類最良の友は私たちと経験を分かち合うだけでなく、素晴らしい鼻で目には見えない世界を教えてくれるのです。これで犬の嗅覚について学びました。それでは、猿はどうやってコミュニケーションをとるのでしょうか？この動画で探りましょう。そしてチャンネル登録して。 さらに学びましょう。<music>